皆さんこんにちは。旅の助がお届けするシティーズスカイライン実況第6回目ですね。前回はですね、高密度地域を作ったところで、お分かりしたと思いますが、時間をスタートさせましょう。よく考えたらこのゲームですね、朝と昼と晩と昼夜表現があったんですね。今まで昼でやっておったんですけれども、今回ね、時間の方、太陽の方動いておりますので、これでやっていきたいと思います。いやー、やっぱヨーロッパ風の地域いいですね、これ。特にこの角地の部分なんか、結構気に入ってます。で、こう内側にね、なんかこう、中庭的なものですね。これができてますんで。では、今回ですけれども、あれですね、鉄道をちょっと、線路ですね、引いていきたいと思うんで、もう一個マップをアンロックさせてしまいますか。こちらですね、ポートタビックスの西側ですか、こちらのマップ購入しました。で、駅をですね、やりたいんですけど、ちょっとね、この辺傾斜がありますんで、で、モッドでね、実はマップ外の線路も除去できて、建設できますんで、じゃあちょっと時間を一旦止めて、線路の方をちょっと作ってきます。この辺の鉄道をちょっとですね、もうちょっと平らなところ、もうちょっとこの内側よりですね、鉄道はこれかな、駅を建てないと線路は建てないとパターンですね。じゃあ、とりあえず適当に駅を1個作っときますか。いや、ちょっと待ってよ。これひょっとしてアンロックされてんじゃねえの、これですね、小さい都市でしょ。次が、あ、違うわ。今、大きな町か。次の小さい都市で、鉄道ができるようになるということで、すいません、間違って消しちゃいましたね。またちょっとアンロックしたら、じゃあこれ作っていきましょう。じゃあ、ちょっと鉄道が建てないんで、その間は、道路ですね。道路の方を拡張していきましょう。では、こちらのクリーパー大通りですね。こちらの方を南岸の方に持っていきましょう。これ、高速の許可が邪魔だな、これ。壊すのもあれなんで。どうしましょう。高速道路を、あそこのインターチェンジにつなげたいんで。ここで、あれですね。ロータリーを1個作っておきましょう。うまいことできないかな。で、こちらのもうちょっと角度をうまいことこの真ん中あたりにこうつなげてやるという形で、で、高速道路もですね、こちらつなげてしまいましょう。で、高速道路つながりましたね。なんで、こちらの工業地域にも来れるようにしました。で、ちょっと時間を進めます。なぜか動画実況を始めるとね、私、鼻が詰まるという謎の症状に悩まされておりまして。それからちょっと名称はですね、ちょっとここからなんか名称変わってますんで、これを押すと、道路の、路線がね、選べますんで、これで、戻してやると、ここまでクリーパー踊りになりましたね。ではね、クリーパー踊りと言いますんでね、なぜクリーパー踊りという名前なのか、それをちょっとね、今から紹介というか、やっていきたいと思います。これ確か集計のタグだったかな。そうですね、歩道がここになりますんで。あ、これ立てれないパターンか。そうですね、じゃあ、確かこれだったかな。これも確かモッドですね。モッドにある、やつなんですけれども、どれにしようかな。これにしますか。では、これをですね、このように施設しまして、そしてですよ、
3番だったかな。ありますね。これですね、これ。あっさてドロップということで。来ましたね。クリーパー踊りがなぜクリーパー踊りで呼ばれているのか、その由縁がすべてここに紹介されます。うまいことサムネイルでこれやってると面白いんだけどな。では、電気と水を要求しますんで、彼に電気と水を供給してあげましょう。では、電気ですね。で、せっかくのですね、あの像をちょっとあの盛り上げたいんで、ここら辺をちょっとね、商業地の商業地区で結んであげましょう。いや、どうですか、いいんじゃないですか、これ素晴らしいですね。ではその間に工業と商業の需要が高まっておりますんでね、こちらの方も建てていきましょう。どうしようかな、この辺大通りでちょっとこの港をちょっと発展させたいんで、カーブをかけて、で、そうそうそう、思っていたのがありまして、こちら見てください。非常にね、汚水で、この海面がね、非常に汚くなっておりますんでね。で、こちらですね、ギリギリマップの範囲に入っている部分がありますんで、ちょっとこちらにちょっと移設してみますか。では汚水ポンプをこちらにドロップして、もう一つですね、こちらのポンプもこちらに移転します。ではこちらを結んでやって、このクリーパーにつなげちゃいましょう。そして電気をですね、クリーパーの像までつなげてやるという形で、さあどうだ。ちょっとこの辺はね、水の流れがないんで、この汚い水がいつまでもちょっと滞留する状態が続いてしまうかもしれませんが、まあ、これ以上のね、汚染はもう早速汚くなってますね。広がらないと思いますね。ではその間ちょっと人口を増加させるためにちょっと速度を上げていきます。ゴミの問題が出てきましたね。リサイクルセンターをちょっと設置しますか。リサイクルセンターを設置したことによって多少はね、ゴミうまいことを処理してくるんじゃないかなと思いますけれども、そうだ、工業地区をですね、こちらの方にちょっと発展させている最中でしたね。この辺からちょっとこの大通りにつなげていきますか。ではこの辺は一気にもう工業地でベタ塗りしていきましょう。おそらく私の予想が正しければ水道管がないんで、水道管をちょっと設置しましょう。さ
さあ、この辺はやっぱりあれですね、警察署からの距離が離れてるんで、もう少し発展させたらこちら側にも警察署等を建てていきましょう。ではもう少しこの辺開発していきましょう。少し工業の需要が減ってきましたね。人口も若干ではありますが増えてきております。じゃあこの辺ちょっと宅地を開発していきましょう。低密度でいきますか。あと、この高速道路もあれですね、地上になってるんですけど、むしろ高架の高速道路にした方が見栄えがいいかもしれませんね。では、この辺の丘陵地帯に住宅街でもちょっと作っていきますか。で、せっかくの丘陵地帯ですんで、等高線上に道路を配置して、ちょっと住宅街というか、高級住宅街チックな、そんな感じにしていきます。このね、スロープの錯覚、このまま使いたいんで、ちょっと側道を横につける形にしましょう。この辺は直線で結んでみます。そうですね、この辺、この辺はちょっとね、ゴミの焼却施設を置きたいんで、あまり触らずに、この辺からこの住宅街につながるような道路を作るといいですね。どうしようかな。おお、すごいスロープ橋ですね。ちょうど勾配的にはね、これぐらいの勾配の方が車なんかね、緩やかに登ってきますけど、ちょっとね、実際にこうあったらちょっと若干怖い道路ではありますが、せっかくなんでこの道路まっすぐ伸ばして、ではこの辺に低密度の住宅を建てていきましょう。ちょっと面倒なんで、まとめ塗りでやっていきましょう。おっ、ようやく貫禄ですね。小さい都市ということで、これであれですね、いよいよ鉄道関係、こちらが貫禄しましたんで、モノレールなんかも貫禄しますね。では、念願の鉄道を入れたいんですが、ちょっとね、今、暗いんで 明るくなったらちょっと鉄道の整備やっていきましょう。では、それまでちょっとこの新興住宅街というか、一軒家街をちょっと建築していきましょう。電気をつなげてあげてですよ。そしたら水ですね、水道管を敷設しましょう。微妙にあれですね、5番目じゃないんで、ちょっとやりにくいです。やりにくいというか、ムラができちゃいますね。あ、そっちから家が建てちゃったのか。この辺がちょっと水道管が足りてないところですね。ここから家が建ててしまったんで、ちょっとこの辺も電線をつなげてあげましょう。では、この辺にもですね、高級住宅街になる予定ですんで、ちょっと学校でもちょっと敷設しておきますか。
さ家が建ってまいりました。では明るくなってきましたのでね、鉄道の方を整備していきたいと思います。いいですね、やっぱりなるほど。これはやっぱりあれですね、駅を建てねえと、ダメなパターンですね。では駅舎をこの辺に1個駅をちょっと作ってしまいましょう。では駅舎の建築をしますんで、ちょっと工場には立ち退いてもらいましょう。では鉄道ですね、私お気に入りの駅があってこれですね。ちょっとずれてるんですよねこれ。こういう時はね、1マス道路をちょっとうまいこと活用、ダメだな、これね、なかなかうまいこと設置できないんですよね。先に線路を設置と思ったけど、線路は設置できないんで、これどうだ、これでやるとうまいこと、ずれてるね、ずれてますね。もう1マス下ですね、これ。3、さっきここでダメだったんで、ここですね。ここで道路を敷くと、おそらく多分、駅、あ、いいですね、これ。じゃあ、ここに、ボトティントを設置しましょう。これで、線路がアンロックされましたんで、これでようやく線路が設置できますね。ちょっとやっぱり斜めってたな。それからですね、こちらですね、一歩通行の線路、これを結んでやります。でこれも結んでやります。これは元も逆ですね。これ右側通行でやってますんで、でここだけちょっと双方向に行けるように双方向の線路を敷いてやります。でせっかくなんであれですね、駅前のターミナル的な部分も、これがね、タビックス地区の中央の駅になると思いますんで、どうしようかな、後にしようか。ちょっとこの駅のターミナル化はまた後でやっておきますね。とりあえずまずは仮設で置いてやって、これやると多分電気がね、繋がらなくなりますんで、ちょっとこんな感じで繋げておきましょう。水あったかな？水はありますね。ではこれで線路が引けるようになりましたんで、こちらの方ですね、平らな土地、平らじゃないですよね。じゃあちょっとね、モッドで実は地形をいじれるようにしてありますんで、これでちょっと平らにしていきましょう。ではこのように平らにした後、ちょっとやっぱなだらかにね、地面を整地し直して、まあついでにこの辺に来ても置いておきますか。よいしょと。さあ、さらっととんでもないことをやってますけれども、ではこれで、線路の方ちょっと伸ばしていきましょう。でこの辺に平らになってますんでね、この辺から直線でもう一度敷き直して、180度これぐらいあればいいかな。そしたらここでまた再びぐるーっと回って、このマップ外にね線路を敷設してしまうという、ここのここ気に入らないな、この坂が。やっぱりね、鉄道は勾配、坂道に弱いんで、坂道にできるだけ坂を作らないような感じでやっていきたいですね。そっさっさっさと。で、この辺をまたなだらかにしてやると、おそらく線路がうまい形でこれいくんじゃないかな。よっと。どうよ。どうですか。なかなかいいんじゃないですか、これ。では、ここにですね、このマップ端ですんでね、終点となる駅。さっきと同じ駅なんですけど、複数していきます。さっき4ここだったかな。で、先ほどの駅舎ですね、どれだったっけ、忘れてしまったな。良さそうですね。ではこれを設置して、
ちょっとこの道路邪魔だな。線路を設置します。なんか微妙に斜まってる気がしますが、まあ気にしないでおきましょう。ではこちらは両方とも双方向に行ける線路をつなげておきましょう。まあこちらは片側ですね。まあこっち側もとも使わないんですけど、ではこの線路じゃないな、道路をどうしようかな。このまましばらく持ってきてこちらにつなげますか。まあね、ちょっとこちらの駅舎の方はまた開発は後でやってきますんで、まあとりあえずこんな感じにしときましょう。あとは中間の駅ですね、こちらとこちらのダウンタウンタピックスとこちらの現在名前のない地区の真ん中あたりですね、ちょっと一個駅を作っておきましょう。この辺なんか斜めてんだよね、あの線路が。どうしようかな、中間ポイント、このこっちか、中間こっちに、じゃあ駅を作りましょう。ここにはですね、この辺の、これやっぱずれてるな。4マスでしたっけ？ちょっと一旦壊させていただいて。これでうまい感じ。やっぱずれてるけど、まあいいや、ここに、これで立てましょう。では線路の方を設置しますよ。これはあれかな、線路道路の境界にぶつかっちゃうかな。できるだけやっぱまっすぐ引きたいんで、でも実際にまっすぐ引くと曲がっちゃうんで、ちょっとこういった時はこの斜めになる、これをうまいこと使うとなんかまっすぐ勘違いするという見えますんでね。では壊れてる地区があるんでちょっと修繕しながら、これやっぱね光線が狂っちゃうんだよね。ちょっと道路の補修をしながら、ああ、しまった。間違えたな。ちょっとね、この辺地区が壊れてしまいましたので、再建させながら、ではちょっと時間の方を進めていきますか。時間を進めながら、あれをやっていきます。路線ですね、鉄道の路線、こちらを配置しましょう。ちょっと音楽がうるさいんで一旦止めますよ。では、こちらが起点であり終点、あ、電気つながってねえよ。電気をつなげてですね、電気と水をつなぎましょう。そしたら、鉄道ですね。ちょっと一旦時間を止めさせていただいて。まずはですね、各駅停車、普通電車ですね。各駅停車をやりますんで、シフトキーを押しながら。ちょっと右側通行ですのでね、そこが違うんです。日本とは違うんですけども。右側で、でこれはあれですね、一番手前のこちらに、到着させて再び戻っていくという形で鉄道の路線を、はい、というわけでつなげました。そしてですね、 IPT 入れてますんでね、列車ですね、これが選べれますんで、まあこのようなモッドといいますかアセットで、車両入れてますんでね、私のお気に入りはこれですね、JNRS115 湘南ってやつですね。まあ、見ればわかります。あ、ポチッとなということで。一編成だけですね。登場させましょう。はい、出てきました。こちらの車両ですね。
キーボードが回してみな。はい、今発車しました。こちらの車両ですね。はい、というわけで、いわゆる国鉄の近郊電車ですね。私、まあ学生時代に乗ってたんですけども、この電車ですとね、都市も街の中も、似合うんじゃないかなと思って、この鉄道でやっております。結構ね、速度も出てて速いですし、あ、いいですね。この中間駅がね、またこの寂れた田舎駅といいますか、なかなか風情あふれる駅ですんで、もう利用客乗ってねえんじゃね？うーわ、乗ってませんね。まだちょっと利用価値がないようですんで。で、その間でですね、あ、この列車もうちょっと追いかけてみましょう。こちらの駅がまた終点となっていますので、こちらで、あ、二人ようやく乗ってきましたね。で、これで今来た路線も戻るという、そういう流れです。じゃあ今回はですね、この辺で実況を終わりたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。